1日限定のチームです。トップバッターを務めさせていただくこと、大変光栄に感じております。ヤートセ秋田祭り、ここ大町会場での4年ぶりの開催、誠におめでとうございます。私たちはヤートセ秋田祭りの象徴でもある熊取があしらわれた幕とともに演舞いたします。めちゃくちゃネタバレをしてしまいました4年ぶりにここお待ち会場で開催できる幸せを皆さんも感じていただけたらなと思います。私たちは秋田のよさこいを盛り上げたいという気持ちで8年ぶりにここに戻ってきました。私たちの背中を押してくれた皆さん、本当にありがとうございました。披露する曲はよさこせ歌舞伎2015継承、テーマは歌舞伎ものです。個性が強く、まさに歌舞伎ものな私たち9代目、大学在学時から10年ほど経っていても、今も変わらず歌舞伎ものな私たちですが、歌舞伎を思う気持ちは一つ、時を超えつながる心、皆さんもぜひ感じていただけたらなと思います。それでは演舞に移らせていただきます。それでは参ります。歌舞伎レイン、我らが一様、九代目歌舞伎継承。さあさあ歌舞伎をお見せしましょう。歌舞伎パワI need you.
ありがとうございました。歌舞伎DJ の